ちょっと仕事をしてたんですけど、まあ雷が多分近くに落ちたんでしょうね。まあその刹那停電しまして、まあ5分ほど経ちましたけど、まだ停電復旧してないんで、まあもしかするとどっかの変電施設か、あるいはトランスなんかがやられちゃったんじゃないかなと思いますね。まあ今日は雨と、まあそういう雷の予報が出てはいたんですけど、まあ雷で停電するなんていうのはもう、どうでしょう、10年以上なかったかと思いますけど、まあ今日は運悪く雷で停電してしまいました。雨と雷のピークは過ぎたのかなと思うんですけど、まだ停電が復旧してないんで、まあ、どっかの施設がやられちゃってんのかなと。まあ見た感じ、まあ、近隣の家にも明かりが見えないんで、まあ、この辺一帯は停電中かなと思いますね。はい。まあまだ外明るいんで明かりの心配はしなくていいですけど、まあこういったものが今日は必要になるのかなと思いますね。はい。はい。停電になってだいたい1時間半くらい経ちましたけど、まだ復旧はしてません。でまあ自分の家からだいたい2キロくらいにあるところから明かりが消えてるみたいなんですけど、まあそのあたりの、まあトランスなりなんなりにちょっと異常があるのかなという感じですね。まあご覧のように、まあ本来だったらね、あの家の明かりが若干見えててもおかしくないんですけど、まあこれ若干ポツポツって見えてるのは、あの玄関の中にあるセンサーライトですね。それがちょっと弱く光ってるのかなっていう感じですね。で、まあ、さっきの非常灯はあるんですけど、あれ1個だけじゃちょっと心もとないんで、ちょっとろうそく買いに行ってきます。まあ、見ての通り街灯も消えてますからね。東北電力の人かな、あるいは協力会社の人かもしれないですけど、歩いて道が合ってるっていうことは、まだなんか原因になってる場所が特定できてないのか、この辺はついてるところもある、まあ、街灯がこっからついてるから、まあこの辺から向こう、まあ自分家の方っていうことですね。まあコンビニで売ってるろうそくなんでね、あんま大きいのはなかったんですけど、まあとりあえず一晩かかっちゃ困りますけど、とりあえずそれでしのぎたいと思います。ここで
で3、4をやってますね。ここがダメになってるっぽいけど、東北電力さん、雨の中大変ですけど復旧お願いします。まあ明日までにちょっとやんなきゃいけない仕事もあったりするんで、ね、はいはい、間もなく、というかまあ大体、停電になってから2時間経ちましたけど、まだ復旧はしてません。まあさっきちょっと映像にあったようにですね、まあ東北電力の方が作業をされてますけど、おそらくはその消えてる端と端のどこのまあトランスか何かが原因になってるのかまだちょっと突き止められてないんじゃないかと思うんですね。なので、まあこう 端にあるトランスをこうから一個一個こうこの作業車でクレーン持ち上げて、こう確認してる状態なんじゃないかなと思うんですけど、となるとどうですかね、てっぺんまでに復旧するかどうか分かりませんけど、まあ待つしかないですね。はい。はい、というわけで、9時半を回ったところなんですけども、まあつい先ほど、停電は復旧しまして、これに光が戻ってまいりましたけれども、まあ停電になるたびにですね、まあやっぱ電気がないとほとんど何もできないんだなっていう感じはしてしまいますけれども、まあ、落雷とかでですね、まあ、電気が消えちゃうなっていうのはまあ自然災害なんで、これはまあどうしようもないわけですけれども、まあ、そうなっちゃった時にですね、まあ、最低限明かりが取れるものっていうのはやっぱり必要だなっていう実感はありましたので、まあこれさえもなかったらやっぱりろうそくとかに頼らなきゃいけないと思うんで、まあ今日急遽買ってくることになりましたけども、まあろうそくも備えておかなきゃなと思いましたね。まあ一番いいのはまあ災害がないことなんですけど、まあそれはこの地球っていう星に住んでる以上、あるいはまあ日本っていう国にいる以上は、まあ一生に1回か2回はまあちょっと何らかの災害に遭遇してしまう可能性はあるわけですから、まあその時にそういう事態に直面しても、まあ、焦らないような準備をしなきゃいけないなっていうふうに、まあ、思いましたね。はい。というわけで最後まで動画のご視聴ありがとうございました。よろしければグッドボタンを、チャンネル登録もお待ちしております。関連動画、再生リストからよろしければ他の動画も見ていってください。それではまた別の動画でお会いしましょう。